皆さんこんばんは。今日はお待ちかねの声が出せない状況にあそこが濡れる女12人。声が出せない状況にあそこが濡れる女12人。もうお分かりですね。それです。まあ皆さんこういうことはございませんか。静まり返った映画館で大声を出してみたい。みんなが登ってくるエスカレーターを逆走してみたい。やっちゃいけないところでやっちゃいけないことをしたい。そんな男たちの欲望にですね、応えてくれる優しい12名の女性が主人公です。彼女たちはですね、普通の女性なら断るようなことを進んで、時には進んで、時には嫌がりながら、時には弱みを握られて、いろんな状況に挑戦していくわけです。その12人の女性たちの姿を追ったオムニバスです。私のおすすめの、設定をねご紹介いたしましょう。とある女性がですね、男性と喫茶店に入っていくわけです。2階にある喫茶店で階段を上っていくわけですね。そうすると手元の男性がですね、リモコンを持っている。そのスイッチをつまみをキュッとですね、前を歩いてる女性がちょっとうずくまるんですね。でちょっとまたつまみをギュッてやると女性が歩けなくなっちゃう。でどういうことだと思うでしょうね。僕も思いました。すぐに謎は解けます。喫茶店に入って周りにはたくさん人がいます。その状況でパンティーストッキングを脱いでくれないかと言われるわけですね。彼女はためらいます。もちろんためらいます。人がたくさんいます。嫌ですよ。でもお願いって言ったらすぐ脱いでくれます。そんな彼女が、リモコンのその受信機を出してですね、受信機こんなになっちゃったねなんつって、これはすごいですよ、エロいですよ。でその後喫茶店でいろんなことあるわけです。ちょっと100円落としちゃうんですね、わざわざ男の人が。それをちょっと拾ってくれよと。で拾ったふりして、なんていうんですか、僕に逆土下座の体勢になってくれというわけですね。でこうですよ、こうのこうですよ、でこうですよ。で途中でね、喫茶店ですから人もうろうろします。その時はこうですよ。どうです、興奮してきたでしょ。そんなこんなの12人皆さんもぜひ劇場でご覧ください。ではまた次回。